SG シリーズを解説するよ。主人公は組織に所属する殺し屋の女子高生たち。基本イケオジとペアで行動。もちろんイケオジの活躍もあるよ。登場するやつが濃いやつしかいない。じゃあ次誰殺しに行く？大体道徳を失ってる。その割にちゃんと採用面接はある。ご自身を PR できるようなスキル等があれば。ナイフ、ハンドガン、アサルトライフル、ショットガン、日本刀、手榴弾、薬物調合。あとエクセル使います。エクセルは僕も使います。激アツ展開が続くので見逃し厳禁。ロケットランチャー最高じゃん。頭がおかしい。